昭和電機の野村秀幸、ご存知かな、マイケルって呼ばれてます。よろしくお願いします。今回は昭和電機大阪本社工場にやってきました。昭和電機ってどんな会社っていうことをいろんな人に聞いてみたいと思います。大阪本社営業部の清谷亮介です。営業部ということで、はい、清谷さんどういうお仕事でしょうか。普段は外勤なのでお客様のところに行って、環境改善の提案をさせていただいたりだとか、送風機の仕様の打ち合わせをしたりだとか、そういった仕事をしています。その営業の仕事で大変だなって思うことありますか。業種によって、お客さんの業種によって使ってる設備が違ったりだとか、はい、環境が違ったりするので、昭和電機として提案できる製品っていうのは結構限られてるんですけど、そういろんな状況に合わせてのパターンっていうのを覚えるのが今まで結構大変でした。その営業の仕事のやりがいってどんなところでしょう。自分でこう考えて提案したものがうまくいって、まあ、ご注文いただいたりだとか、それ入れた結果うまくいったりだとかっていう時にはやっぱりやりがいを感じます。清谷さんにとって昭和電機のいいところってどんなところでしょう。仕事に関してですけど、やはり結構こう売るものがいろいろあったり、まあ、その製品であったり工事であったりだとかいろいろやらせてもらえてるので、それが全部こう自分の経験として知識としてこう積み上げられていってるのかなっていう、その幅の広さはすごい僕にとっては、まあ、いいところとも感じますし楽しいところでもあります。まあ、入社4年目ということで、はい、今後清谷さんがこういうことやりたいとか、はい、もしあれば教えてください。はい、今は本当にこう製品を提案して、でその、まあ、ダクトであったりそういったものを提案してっていうところなんですけど、やっぱりこう難しい話になった時っていうのは今でもどなたかについてきてもらったりとかっていうふうにして助けられてるんですけど、そういったところまでこう経験積んで、でできるようになって、逆にこう、まあ、自分に後輩ができた時っていうのはこう助けてあげられるような人になりたいなと思ってます。清谷さんにとって昭和電機ってどんな会社ですか。すごい居心地は良くて、事務所とか、まあ、その他の部署、結構隣の部署とかにも行ったりするんですけど、居心地は良くてすごい人も皆さんいい人で、まあ、今年4年目になりますけど、まあ、いろんな方が可愛がってくれて、すごい働きやすい場所です、はい。経営管理部総務グループの柴田あずさです。お願いします。柴田さん、どういう仕事を総務部でやってますか。私が主にしている内容は新卒採用ですとか申請書類の確認、あとは給与関係ですとか勤怠管理をしております。福利厚生が充実しているなとはすごく感じますね。例えばどういうところですかね。福利厚生の充実っていうのは、一人暮らしで手当が出たりですとか、会社から30分以内で、徒歩30分以内で住むと月5万円の手当が出たりですとか、あと引っ越しとかにかかる費用とか結構かかっちゃうので10万円支度金として支給されたりですとか、そういった手当が手厚いなと思います。柴田さんにとって昭和電機ってどういう会社でしょうか。福利厚生が充実してて、有給がすごい取りやすい会社です。有給消化について教えてもらっていいですか。まあ、有給ですと1日半日1時間単位で有給が取れるので、結構1時間単位で取れるところは少ないなとは思いますね。なのでちょっと時間がある時とか1時間早く帰りたい時とか使えるのでかなりいいと思います。実際にそうやって申請するのも割と皆さんやってるんですか。そうやって1時間取りますとかっていうのは。そうですね、ちょっと野球の観戦を見に行きたいから1時間早く帰るっていう社員もいますし、あとはお子さんがちょっと熱出したから2時間ちょっと早く帰りますっていうような取り方をしてる社員はいます。そういう有給取得に関してはすごくこう前向きというか、結構な割合で消化できる感じなんです。
そうですね、有給取得はかなり今年は特に推進しているので取りやすいですね。技術部設計グループの奥平智です。はい、奥平さんは技術部でどういう仕事をしてますか？お客様からの要望があった特別対応品の設計であったり新しい商品の開発というところをやってます。開発っていうことなんで、まあ、新しい商品を作り出すという初めてやることが多いので、今は自分も担当というよりは、まあ、いろんな人にアドバイスすることが多いんですけど、その後輩たちにアドバイスしてどういうふうに成功させようかというところで、やっぱり答えがないんで非常に難しいなというところがありながらも、まあ、そこがやりがいでもあるんだなというところがあるので、まあ、難しいところですけど、そこがやっぱり苦労するところです。今後昭和電機でどういうことをやっていきたいと思いますか？そうですね、まず、まあ、部署、自分のグループの話でいきますと、まあ、設計開発のグループなんで、やっぱりいい商材を世に出したいというところの思いがすごい強くて、やっぱり自分が今設計と開発にいる間に、まあ、何かヒット商品を出すじゃないですけど、そういった会社の柱になるような商品を作れるように、まあ、今のメンバーでやっていきたいなというところが一つ大きく言えばあります。でもう一つはやっぱり今も自分の立ち位置的にも、まあ、設計と開発だけじゃなくて、まあ、会社全体に対してどうしていこうといったところも、まあ、どんどん言っていかないといけない部分もあるので、そういった意味ではここの会社が良くなっていくように、まあ、自分社員会でもあるんですけど、そういった立ち位置からいろいろなところで意見を言っていきたいなというところがあります。社員会っていう言葉が出てきたんですけども、まあ、それについてちょっと説明してもらえばと思います。当社は、組合ではなくて社員会という形になってて、どっちかというと敵対するというよりは、まあ、社員と、幹部が、まあ、共に会社を作っていこうよというスタンスで、 3,4 年前から一応社員会という形を取ってます。で一応今社員会の私副委員長をやらせていただいてて、一応社員会の位置づけとしては、まあ、将来の幹部候補というふうに言っていただいているところもあるので、ある意味その言葉に追いつけるようにっていう思いで、どちらかというとその重い言葉ではあると思うんですけど、そこになんとか追いつけるようにっていうところでいろんな行動を移してみたりっていうところで今取り組んでいっています。昭和電機ってどんな会社ですか？昭和電機は、まあ、頑張れば頑張るだけそれをまあしっかり評価してくれる会社かなというふうに思ってます。どういうところで評価が出てくると思いますか？やっぱり自分がどれだけのことをやったり、まあ、どういうふうに考えて動いたりっていうところをすごい考えさせられるところは多いんですけど、まあ、それをやればやるだけやっぱり会社として必要だなっていうところになってくるので、まあ、そこをしっかりと、まあ、今ある手厚い福利厚生であったり、まあ、いろいろな恩恵っていうのをいただけて返していただけるというところがあります。品質保証って具体的にどういうことがお仕事なんでしょうか？異常音であったり、まあ、異常振動が発生したっていう不具合に対して、まあ、それの原因が何かっていうのを、まあ、原因調査して最後報告書に作成して、でその原因に対しての対策を考えていくっていうような仕事をしてます。その不具合の調査っていうところで、まあ、原因調査っていうところで、まあ、すぐに分かる原因であればいいんですけれど、まあ、なかなか明確にこれといった答え原因につながらない、まあ、原因が突き止めれないっていう場合、まあ、時間をたくさん使って、まあ、調査してもなかなか答えが分からないっていうところがあった場合、ちょっと大変っていう形で思います。福利厚生ってどうなんでしょうか？子ども手当が、まあ、1人3万円もらえるっていうところで、私3人子どもがいて9万円いただいてるんですけれど、はい、まあ、それを子どもの習い事や、まあ、買い物であったりっていうところに使用させてもらってます。
昭和電機ってどんな会社ですか？誰とでも、まあ、仲良く話ができるような雰囲気の会社です。具体的にどんな時にそうやって話とかしますか？まあ、お互いの、まあ、負荷の状況を見て今大丈夫とかっていう声かけあったりをしています。